今日のみちる飯見させていただきます。いい、食えるのかみちる。テレ東の深夜とか5分枠で見たいけどな、テレ東。うわー、やったよー。みちる完全復活参りました。よかったー、大吉だー。大吉大吉だな。今日のみちるの飯占い大吉だ。コナミ公式さんさ、今日のみちる飯でさ、あの高速で動くあの時空みたいなやつで、あれ作ってますね。止めた瞬間で何の飯になるかって。デカパンケーキ大吉。これ何やってもうまくいきます。待ち人来ます。病気治ります。アンパン1個は大凶だからな。よかった。マリーがいてくれたらトリオになれる。何、部活やろうって。何、あ、違う違う違う、兄弟双子で。全然無理じゃないよ。マリーは世界一可愛いよ。なんかめっちゃ好かれてんだよな、この二人に、うん、そうなんだよ、取り組まれそうなんだよ。いや、みんなも可愛いよ。いい、そこ謙遜しな、チャプコ、ね、そこはマリーすごくいい。 あんまり否定しない子なんだね。そうなんだ。これ なんかちょっとでも自己肯定感高いんだよな。怪しいぐらい褒めてこない。なんか、うん、いじられてるまであるもんな。ちょい、いじられてるまであるよな。これいいね、能力上がるね、文化祭いいね。さて、お、すっかり遅くなっちゃった。そろそろ行本来てほしいな。行本？ダーホンだ。ダーホンね。行くんとダーホン。さて、両太七つ森ダーホンどれだ？夕方に教室入るでしょ。うん、でいきなり、え、な、何？ってことでしょ。うん、チャプコがどういうシチュエーションで戻ってきたかだよね。なんか忘れ物しちゃったのかな、教科書とか。で、うん、いけない、忘れ物しちゃったって言って。でガッてこう机の中見たら、うん、りょうたくんが入ってた。なんでりょうたくん机の中入ってんの？あのエスパーこのリアクションはそれぐらいの。ギチギチ。おい、あ、違う、あれ、え、お、え、お、三影先生、三影先生が机の中入ってた。いや、机には入ってないよ、これ。ヘアゴムがどっか飛んでっちまった。いや、かっこいいじゃん、三影先生。三影の髪ほどきパターンね。んだよ。ん？それで、あら、雰囲気違うね。そうか、ビジュアル系みたい。ん、違って、どう？なに言わせんの？いや、かっこいい、三影先生。ちょっとビジュアル系っぽい感じの。しかも三影先生、ストレスも下げてくれるんだよな。お前はこっちの方がいいのか。え、なに、あ、はい、どっちもいいですよ。じゃあもういい。今日はこのまま。なに先生、なんかここに来て三影、おい、大人の色気漂わせてくれ。お前も早く帰れよ。確かに三影先生とのなんかこうマイナス感情ないですもんね、やっぱね。そうね。でしかもなんかちょっとかっこいいかもって、チャプコも大概俺の意思に反して浮気者だよな、うん、いや、そうなんだよ、ね、これと男好きなんだよ。でもまあ別にまだ付き合ってるとかじゃないからね。ああ、また風間くんがいるからせっかくだしおしゃべりして帰ろうってちょっとこう匂わせて。いやいや、まだ付き合ってるわけじゃ、誰とでも付き合ってるわけじゃないから、別に多少はね、うん、まあ、ちょっと多少の気遊びはいいか。何、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 気づかないよ。ヘアゴムかな。いや、なんだ、どうしたの。何か違うの。わかんないな。そういうの求めてくんなよ。ないな。風間だな、お前は本当に。本当に。なんだ、なに、髪切った。切ってないよな。いや、切ってない。なんだ、カラコン入れた。いや、あ、そうだよね。チャプコも気になってんだよね、それはね。そう、これ入学当初から気になってんのよ。ええー、わ、このパターン、ちょっと何、今のはチャプコの心の声、うん、発言した。いやいや、頭の中で。じゃあ、髪、これ髪ちょっと触るよ。おい、口で言えば分かる。ああ、すいません。今もう触れることにちょっと慣れちゃってて。七つ森くんの癖が出ちゃって、癖が出ちゃってて、少し髪切ったんだ。知らんかんねえよ。もっと切れ。坊主にしろ、五分刈りにしろ、ゼロ分刈りにしろ、枯れ、とにかく枯れ。お前、もうそっちが聞いてきたんじゃん。合格って何。腹立つ、腹立つ、マジで。もう俺に切らせろ、マジで。前髪、お前俺に切らさせろ。奈良子さん切っちゃうともうパッツンになっちゃうから。あ、みっちゃんも。おう、みっちゃんは呼び方どうする。みーちゃんでいいや。あ、じゃあひーちゃん、みーちゃんでいいか。ひーちゃん、みーちゃんで。
みーちゃん飯食いに行こう。コメダコーヒー行こう、コメダコーヒー。あのバカみたいにでかいジョッキみたいなミックスジュース飲もうぜ。オグラトースト食おう、オグラトースト。みーちゃん、コメダコーヒーほんとコスパいいからな。何が好きなのみーちゃん。基本的に、そうだよね、知ってる知ってる。ん、甘いものも好きな声だったっけ。大丈夫。なんか二人きりだからちょっと声優しいとか可愛いというか、なんか違う。多分ね、うん、あのひーちゃんの前ではやっぱいいお姉さんになろうみたいなんとかっていう。あ、でも本人は結構甘いものが好きだったりとか、はい、なんかそのドラマが好き、あの好きなんだ、恋愛ドラマが好きだったりとか、ビジュアルとダメなの、ね、うん、姉としての矜持みたいなところがある、ね、あるんだけど、本人としては結構やっぱ可愛いもの好きみたいな乙女心が本当はねあるんだよ ね、 あんだよな、うん、お魚と目が合うとドキッとする。ほらめっちゃ可愛いじゃん。何みーちゃん、違うじゃん。パーティーとかで池作りが振る舞われる時があるんだけど近づけないかな。めっちゃ可愛い。なんかなんかね、お刺身は好きだから、そうで、ね、複雑な気持ち。ほらほらほら、あ、なんかみーちゃんもっとなんかね大人っぽい、大人のお姉さん感あったけど。確かにね。え、じゃあ学園祭のゲストで魚くん呼んだらやばくない。なんか上のハコフグの目と魚くんの目のダブルアイシステムでみーちゃんが怖くなっちゃう。ならないですし、呼ばないです。さ、文化祭行くぞ。お、いのりくんだ。なんだ、君か。いや、なになに、なんかやたらと注目されてる感じ。そんなことない、誰も見てない。別にクラスの出し物サボってるから。え、そうなの。いや、楽しみな。うちらめちゃめちゃダンボール迷路盛り上げたよ。いや、クラス違うでしょ、だって。ああ、じゃあ、だから俺たちはダンボール迷路やっていい思い出できたから、いのりくんもなんかね、それからずっと後ろにお父さんがこうついてきてる、罪悪感を感じるのもナンセンスか。いや、ついてきてないでしょ別に。あと日村先生がどのポジションなのか分かんないし、ね、お父さんなのか似てるっていうところで。分かった、自分の役目はちゃんと果たす。えらい、やってきな、やってきな。アドバイスどうも。うん、おお、なんかちょっと先輩風吹かすな。ちょっといのりくんちょっと浮いてるのかもしれないね、クラスでね。まあ確かに、サーフィン教室でもね、うん、ちょい浮きがあったし。楽しんでる。はーい、ひーちゃんご機嫌ね。去年とは模擬店とかも違うし、うん、新しい楽しみもいっぱいだもん。そう、去年もおさちゃんカフェあったあったあったし、去年も左側羽ばたき師の歩みだった。毎年同じことやって、あと多分あの右側に書いてあるコントラーメンおばさんも多分前回同じネタやった。何も変わってないじゃん。まあでもあれはね、なんか何度やっても面白いから。あ、もうあの伝統芸能みたいな、伝統芸能みたいなもんだ。コントラーメンおばさんの話、そうもう落語みたいなもんや。あ、もうみんなオチ知ってんのに何回も見たくなる。吉本新喜劇みたいなもんよ。だとしたら和芸の達人いるじゃん。3年生がね、1年生弟子にとってね、全部教え、何代目みたいなね。初めはなんか買い出しとかしかさせてもらえないんだけど、はい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 、ずっとやっていくうちに、おい、お前もそろそろラーメンおばさんやってみるかって、すすってみろっつって。いいんですか。まだダメだな。うわー、ダメか。それじゃあラーメンおじさんだ。わかんねえよ。違う、ラーメンおばさんはこうだ。ちっちゃいラーメン作っちゃおう。あ、見えた、ラーメンおばさんが。ラーメンおばさんだ。レンジでちっちゃいラーメン作ってた。見えた。おー、うまこれならお家でも作れるわね。ラーメンおばさんラーメンおばさんやってた。弟子よ、やってた。俺の芸を袖で見とれ。やってたでしょ。俺12代目ラーメンおばさんの嵐だから。いや、これ生徒どっかんどっかんよ。見に来た生徒毎年ガッポガッポ笑わせて、すげえ完璧にラーメンおばさんだったな今。降りてたもん、おばさんが。まあ俺憑依芸人だからな。あ、なるほど。おー、来た来た。え、いかにもって雰囲気なのにね。なんだよ、てめえら何やってくれてんだよ。うちの前らに何がわかんだよ。いえ、それバカだな。他校の女子が七つ森くんに声かけてんじゃねえよ。はっきり言ってメガネ取るのはね、にわかよ。にわかだな、わかってないのよ。ドキッと刺すときにチラッと見えんのがいいのよ。そう、メガネありきのだよ。丸出しよりもちょっとなんかちっちゃい下着の方が興奮するみたいなのあるでしょ。みんな、みなしも七つさん、着エロマニアだから。
ここでな七つ森くんの話したいのに七子さんの性癖いいんだよ別に。だからメガネも丸出しよりもチラミの方がときめくなの、うんうん、マイクロメガネの方がいいんだよ。マイクロメガネマイクロメガネつけてメガネって何、マイクロメガネつけてその周りを棒状のアイスキャンディーでそーっと撫でたりとか筆でこちょこちょやって七つ森くんがはっって言ってるのを楽しむっていう健全な。うるさいよ。あ、もうねひどかったね。女子のナンパは怖い。何言って断ってもどうしねえ。でもな、いや、メガネ取ってとか。あそこを通らなかったら。僕にもそういう時代がありましたよ、七つ森くんに対して。ね、俺たちもね、七くんのがいいとか言ってたけど、うん、もうなんか今これじゃないと落ち着かないまで。あれはもう恥ずかしい自分で。たこ焼きを奢るよ。救出してくれた俺。あら、いただきます。いやでもそうだね。この姿でもやっぱモテちゃうんだよ、ね、背が高いからね。モーリーを探せ。あ、これ完全に新しいじゃん、うん、ミニゲームできないの。いいね、巨大迷路モーリーを探せ。ゴールにはステーキが置いてあるよ。モーリーモーリーを探せっつって最後見つけたけどモーリー超バッドエンドじゃん。ほら、あ、だから牛乳が飲めるんだ。あ、びっくりした。ステーキが飲める。牛乳ね。はいはいはい。いや、面白いね。よかったよかった。モーリーを探す最後ステーキ置いてあったら怖すぎるな。ブラックユー怖すぎたな。ゴー。よっしゃ、一緒に牛乳飲みましょう。おー、面白い。牛柄デザインもおしゃれだったし。あ、絞りたて牛乳。デザインおしゃれなんだ。今度牛柄でいくかしら。あ、そうね。牛柄衣装でいきましょう。はい、こっち。あ、絞りたて牛乳となっております。うめぇなんか似てない俺たちと。うめぇうめぇその後ならつもりくせぇっていう俺らじゃねえかよ。うめぇとくせぇしか言わねえの。科学の力ってすげぇそれは羊どういうこと。え、うめぇだから。あ、めぇってこと。なんだよチャップコも楽しいな。楽しいな。今年のローズクイーン、あ、決まったみたい。誰？一個上。見てきたんだよね。マジパーフェクトだ。いや、ちょっとヒントちょうだい。見せてほしいよな。ヒントちょうだい、ローズクイーンの。来年は私たちがエントリーする番、マリーも一緒にエントリーしよう。いや、もうマジで、これ負けないからね、二人に。はっきり言って。全然無理じゃないよ。うん、例えばマリーに今足りないもの。はい。それは恋。これ適当かよ。わかんない。本気アドバイス。もっとモテてないとなのかもしんない。これ本気アドバイスかな。適当かよ。うわあ、こういうところに本気アドバイスを置いてきそうなんだ。ぶち込んでくるかな。どっちなんだろうな。いや、ときめもは起きがち。ああ、そうなんだ。今でもないか。だってこんな場でさ、うん、マリーに今足りないのは勉強。勉強頑張ろうって思ったさ、文化祭ですけどみたいな。文化祭でいきなり学力の指摘されるの。勉強、学力もっと高めようとか言われるとさ、とかさ、冷めるわ。マリーに今足りないのは魅力。もっと自分磨いていこうとか言われたらさ、確かにトラウマ残るかもしんないよね。そうだな。もう二度と文化祭行きたくなくなっちゃう。ね、魅力とかもあれだけど、気配りとかって言われてもさ、マリーには足りないのは気配り。もっと周りの人気遣っていこうとかって言われたらさ、言い方優しいけど、全部ぐさっとくんだよな。嫌われてんじゃねえかな。あんだけ三人目三人目って言われてたのに。いや、でもほんとね、ローズクイーンなりてんだよな。ショップ情報。ローズクイーンなってよ。振袖来た。来ちゃ、振袖の季節来たね。もう買いに行かなね、そろそろね。そうね、ファッション上、あ、ちょっと待って、ジェッサンに、ジェッサンはタイリンバラフリ、あ、来た。ってことは多分赤だよな。メルルね、メルルがタイリンバラフリ袖で、ジェスが梅柄手書き友禅。うわー、これ何色だろうな。友禅書いてるよ。純金色の帯が差し色となってレトロになってる。紅梅ずに麻の葉模様。絶賛。ちょっとね、純金色の帯が差し色になってるんだったらビビットっぽい気もするけど、ちょっとどこ何やってもうまくいかねえし、来週ぐらいとか。まあ光も恋せよって言ってたからね。デートしてみっか。うん、よし、行きましょう。デート、待って、どこだっけ。遊覧船は、うん、臨海公園。オッケー、オッケー。大人デートとか好きなんじゃない、シックとかね。好きそうだよね、確かに。じゃあデート誘ってみよう。ういっす。これでもあれだな、スポーティー好きの男の子にさ、
振り袖デート頼むときなんだろうね。メッシュの振り袖とかあるのかな。あるんじゃない、迷彩柄の振り袖とかさ。危ねえ、俺今部活考えじゃなかった。あ、え、なんだっけ。いや、合ってたんだけど、今何も部活のこととか考えてなかったから、もしかしたらワンチャン辞めることになったかもしれない。あぶね。OK。了解。なんかもうやっぱちょっと好感度上がってきたから断られなくなった、ね、そうね。で、あと覚えやすいね、いい兄さんの日だな、いい兄さんの日のデート。さあ、まあさすがにシモンは風間くんだけど、学校だと七つ森くんの運動をそろそろ上げたいな。あ、はーい、マリ、はい、飯、お休みでしょ。あ、来た来た。あれ前回結局何だったんだっけ。マリ大好き。前回は確か探られたんだよな。いや、確か2人の家の、椅子、うん、でガッシャガッシャやってぶっ壊して、うん、で、いたたまれなくなって貝が盗んで逃げたんだったと思うよく2度目あったねこれ。やっぱりもう1回呼んでみない。次新しい椅子入荷したから強めのやつみたいな。大丈夫、みーちゃんひーちゃん行こうよ。あ、よかった、治ってたわ。あと絵もちょっと変わってるこれ。あ、新しい絵になってます。なくなってるからな。ヒカルも手伝うよ。うん、さてさて、ガールズトークタイム。まあ前回は結構うにゅうにゅ悩んでたけど、そうだよね、マリーストルームに集合ね。今回はもう結構はっきり言えますよ、私たち。そうね、うん、はいはいはい、可愛い。そう、気分が楽しくなるローズマリーのアロマを歌えたの。これってストレスは下がるかな。いいね、いや、ないんじゃない。眠くなるまでおしゃべりしよう。いい？エッチな気分になる。真面目に答えてね。イランイランの香油を焚いたの。イランイランの香油？たくだそんなもん。今からオイルマッサージする。なんでだよ。女の子3人でドキドキするな。ドキドキするな。ドキドキするな。マリーは今気になる男の子はいるの？前回でも七つ森？いる。うん、てんてんてんいらないわ、うん、正直でいいか。もう一個癒すってのがあるだろ。何いや、うん、いる、うーんとみたいなじゃん、うん、あ、もう3文字癒すっていう、いや、癒すっていう。え、選択肢、マリーは好きな子いる、癒す。力強いな。七つ森でしょ。七つ森で癒すで、やんす。七つ森でやんす。最近ミノルくん変わったよね。変わったんだよ。そうそう、みーちゃんが柔らかい顔になってる。モデルの電話でももっぱらの噂。わ、そうなんだ。売り出し始めた頃とはだいぶ印象が変わっちゃったけど、へー、それが受けてるみたい。確かにちょっと丸くなってきたっていうかね。マリーのおかげかな。いや、だからね、みーちゃんとね、ミノルくんのね、みーちゃんみーくんのね、その関係性がまだ分かんないんだよね。ミノルくん案外推しに弱いと思うんだよね。マリーファイト。あざす、推しやす。これって毎回なんだっけ、分からん。大満足。何にこう作用してるのか分かんないんだよなこれ。もうでもね、みーちゃんがなんかこう悩んでる理由がいまだによく分かってないじゃないですか。でもみーちゃんがさ、なんか悩みがあるんだよねって言い始めたのって前回のパジャマパーティー以降だと思うんですよ。あの告白からだよね、確かに、ね、だからさ、俺多分みーちゃんみーくん好きだと思うんだよね。これまでさ、恋型パターンってあるあるある、全然ある、あった、全然ある、全然あるけど、うん、大賛成ね。怖え。でもね、なんか最近のガールズサイド見るに、うん、なんかちょっとずつストレスをユーザーにかけないようにしてきてる気がするなと思ってて。ああそうなんだ。なんかね、初期もっとバチバチだったんですよ。へえー、話しかけようとしたら、うん、みたいな感じで去っていくみたいなとか、もうライバル状態になっちゃったら、もうなんかめっちゃ気まずいみたいな。あ、こういうあの女の子の友達とライバル状態になったら、うん、あ、そうなんだ。痛い痛い痛いってなるんだけど、なんかやっぱこう今回今作やっててさ、うん、めちゃめちゃノンストレスというかさ、いや、まあそう、なんかこの二人も好きを前面に出してくれるし、そうで基本応援してくれてんじゃん。で、りょうたくんとこ もう好きで来るじゃない、うん、基本的には。うん、だからなんかね、あんまバチバチしないんじゃないかなっていう予感がね、まだ話したんないよ、ちょっとしてるんですよね。ダメ。あと夜更かし敵対したくないし、もうこの二人と。まあな、ここまで来たらね。はあ、全然眠くないっての。だからもうなんか、なんなら前回のパジャマパーティーで、マリーが好きなんだったら私っていうので
勝手に身を引いてるパターンすらありえるなと思っちゃう。あ、それで悩んじゃってるパターン。でもね、先に言っとくけど、みーちゃん誰のもんでもないからね、みーくんは。そこ真剣勝負よ。じゃあ、何？そうね、そこでなんか手加減されたとか、身引かれたくないよ、私たちも。2番手で1番手が引いて選ばれるとかって嫌なのよ、俺は。うん、全力でやって1位、ミノルくんのハートをね、射抜きたいのよ、勝ち取りたいのよ。で、あと、みーちゃん、ひーちゃんとも、最高の友達でいたいから。そうね、卒業後も。そう。なんかちょっと、しこりを残したくないの。隠し残すとね、将来連絡取れなくなっちゃうからね。ふふ、三人でいろんなことが話せて、楽しかったな。チャプコはね、ちょっと純粋すぎるから。いや、そうなの。俺らがそこちょっと、チャプコ、俺たちはこう、うん、導いてやらないと、チャプコ、今のところ天然人たらしだからな。何やってんの、何やってんの、ちょっと待って、何七つ森くんからメッセージが届いて、うん、あの、みーちゃん、ひーちゃんの何の話なの、あんたと仲良くしなさいって言われたんだけどって。勝手なことされて。これ。回を追う、なんか、ときめも回を追うごとに、ノンストレスなように見せかけて、うん、超、遠回しに、聞かせてくるパターンを習得したのかな。七つ森くん、お泊まり会のこの話したの？ちょっと、それ、ダメよ。あんたたち、ちょっと、ルール違反っていうか、マナー違反だよね。特にいいものがなかったんで、記者にしときました。ああ。記者活にしました。あら、あ、どうしたの？ひーちゃん疲れてんの？最近なんかみんな。マリーか。なんか珍しいね、本当に。どうしたの？あ、例の、女子会事件？マリーもヒカルに元気出せっていう。え、何？お前が好きだったの？もしかして。あ、ごめんね。八つ当たりみたいなこと言っちゃった。いや違う、なんか多分疲れてるんだと思うんだけど、なんかその恋愛的なダウナーというか、なんかじゃない？普通に仕事とか、あ、そっち系。なんか部活とかみんなに期待されて、しかもひーちゃんっていうのはほら結構あれじゃないですか、あのなんか。猫かぶってるじゃないですか。ああ、まあそうだよな。そういうことの疲れがたたってみたいなことだと思うんだよな。自分のスイッチをオフにしてるだけ。わかるわかる。スイッチオフな時に声かけるとすげえ嫌だってなっちゃうんだよね。ヒカルもさ、人並みに疲れる時あるんだよね。俺も朝眠い時に先輩に声かけられたら本当めちゃめちゃ機嫌悪いからさ。あ、でも声かけるのは NG でも、掃除機かけたりするのはあ、そうそう、あれもめっちゃムカつくんだよ。ブワーンってやって、あとで、わーってやって言いながらさ来るでしょ、先輩、うん、気持ちのいい朝迎えてもらおうかなと思って。あれドストレスですね。いつもバカ病気になるかと思いました、俺のストレス。98とかになって。俺はでもその時ストレス20ぐらい下がったから。なんで俺のストレス溜まったの、おめえのストレス溜まったよ。よくないよそれ。ハイビスカスティ並みに下がったからね。周りの人が心配しちゃうでしょ。いやでもなんか、でもダウナーのひーちゃん可愛いけど全然だからスコです。人前じゃ明るい光るなの、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、今さ、うん、これ記者活イベントですよね。確か記者活動をやって、あれそうだっけ、このイベント始まってますよね。これもしかして終わった後にさ、あの明るいキャラのヒカルちゃん、実はダウナーだったって記事書く？クソ記者じゃねえかよ、これ。マスゴミ。で、タイトルだけめっちゃ釣りで、ヒカルの隠していた裏側の謎みたいなってタイトルして。明るいキャラは嘘だったみたいな。そんな顔しないでよ。ヒーちゃん無理しなくていいよ。のんびりやろうぜ。少し。オフにさせて。いいよ。なにこれ。ごめんね、マリ。かわ、なんか全然いい友達だよ本当に。でもなんかこういうところ見せられるようになってること自体が俺は。あ、まあ近。うん。距離が近くなったなと思うけど、ね。そうだよね。なんかちょっと切ないだけのイベントだった気がするな、なんか。でもなんか俺別にあんまりなんかいいなと思う、なんかわかんないけど。まあ、記者それぐらいゆったりというかね。記者活するとあれなんかね。なんか結構他のキャラの裏側みたいなのもどんどん見れてくみたいなのあるのかもね、うん、もちろんみーちゃんひーちゃんプラプレゼント買うよ、全力で買うよ。ひーちゃんって、あ、みーちゃんか、うん、みちるさん、いや、みーちゃんとひーちゃん二人とも、あ、双子だから。わかんねえな、チョコ箱なんかはいらないと思うけど、いや、わかんない、二人に買うんだと思う。
だから色違いのランチョンマットかバラのソープフラワー。いやランチョンマットいらなくない、だっていつも学食で食べてんのもソープフラワーじゃない。まあお花好きだもんね。うんうんうん、そうね、うん、普通に考えて、うん、バラそうだと思う。バラそう。ちょチョリソープレゼントします。ちょ辛いソーセージ送られてもみちる喜ぶでしょ。みちるはデカめの辛めのソーセージ。みーちゃんひーちゃんマリーおめでとう誕生日。覚えててくれたの。あスイッチオンになってる。いいよ二人ともこれで。こんなに素敵なものを。でもあれだね、ヒカルはなんかもうちょっと、うん、もっともっと仲良くなって、うん、普通にオフで話しかけてほしい。いや、わかるわかるわかる。だからもうそれで、今日はいかんみたいな、うんうん、飯いかんみたいな感じの、うんうん、飯いかんみたいなね、うん、それぐらいのなんか、いいよ、その無理しなくていいよ、いいちゃん、マジで。まあでも、スイッチオンになってると自然とこれができるのかもしれない。まあ、そうか。先輩、バラそうよ、バッチリですよ。バラそうよかったよかった。さすがでございます。さあ、じゃあ、デート行くか。行くか。デート行っちゃおう。これでいいんじゃないか。いや、いいと思う、いいと思う。普通にだってビビット好きでしょ。オッケー。じゃあ、これで行きまーす。はい。あの、足だけクソ寒いですけど。まあ、上はあったかいんで。上の段だけで下の寒さ凌駕してるからね。これで、臨海公園で船乗るんでしょ。足の寒いもえぐいですけどね。本当は、鳥皮みたいになっちゃうよな。めちゃめちゃ寒いと思うよ。カッサカサで粉吹いちゃった。ごめんなさい。え、どうしたの？え、なになに笑う？そこあれ？うん、ちょっとこれ、まあ、受けたならいいか。目が確か見てほしいみたいなこと言ってたよね。髪は触っちゃダメだけど。髪絶対ダメ。これちょっと動くから髪。お腹すいたの？いいからこうで。あらす。目が覚めるね。あらす。そんなことしなくたって。あもしかしたら色も良かったのかもね。ああ、そうかもね。色褒められるってカラーだもんね。やったぜ、すごく喜んでた。早速そのほら、すごいじゃん。あらあら、もうね、見なくても分かってんのよ。時代の空気感で俺ら流行ってる色とか分かってんのよ。俺らが時代です。俺らが時代なの。この時代の名前がビワチャップです。すごいの、コムドットみたいなこと言ってる。よし、遊覧船だよね。レンガ道も歩きたいが、うん、どうせ帰り道通るし、駅までの間に。お前、俺たちの船に乗れ。行こう。遊覧船。いいな。行こう。あ、ちょっと喜んでくれてる。いいね。特別鍛えてはいない。もう、でも、いきなりエチスミ行っても良さそうだけどね。もうね、出会って3秒でエッチ行っちゃってもいいと思うよ。気持ちいい。気持ちいい。ね。わかんねえな。偉大ってちょっとおかしいな。偉大はお前何目線ってなるよね。で、あ、絶対世界一周だ。うん、2人で、ハウステンボスに行った時に、はいはい、あの将来なんかあのスペインだったかオランダだったかを行きたい新婚旅行がなんだかでみたいな話をしてた。そうなんです。え、何？え、正解です。なんで正解知ってんだよ。僕は全部知ってます。開発者世界一周っしょ。いや絶対そうでしょ、だって、うん、新婚旅行ってワードすらも出てたもん。つうかもうこれじゃなかったら、うん、てかもう俺らが正解よもはや。いやもう、いいや、もうこんなん。オタクはいらねえ。絶対世界一周、ね、ガイドブックの写真じゃなくてさ、うん、自分で見て、いいもの撮ってみたい。バッチリかな。やったね。でしょ、バッチリ。だっしょ、いいしょ。撮っておくかな。エッチ世界一周。わあ、エッチアラウンドザワールド。最高。また来てじゃん。はぁ、あ。左回りもいい。すいません、もう一周しちゃいました。豪華客船、世界エッチの旅。行ってらっしゃい。ちょっとさ、どういたしまして。ちょっとさ、チューする？チュー行ってみる？行きますか、ロックマン。ちょっとロック、え、だから、フルバースト？それでも半分ぐらい？あのね、もうあの、二段打ちできるぐらいのフルバーストで行ってみるか、一回。フルバーストで行きますか？成功しました。あ、いや、ちょっと待って。キスの場合って何？フル打ちってもう、あの、入れちゃうってこと？下を？いやいやいや。いや、その、あの、ハートがさ、こう、溜まるわけでしょ、うん、インクインクインって。いや、で、なんか、ちっちゃいのは、なんか、チュッっていうか、ね、うん、チュッっていう。フレンチキスみたいな。な感じでしょ？
やもうフルバーストはもうあのグイーハリウッド映画のやつ。いやちょっともういきますよ。ロックマン、ロックマンいく？どうして胸でも胸ロックマンでもいい。いやもう口ロックマン、口ロックマンで、口ロックマンって何？いきますよ。お口ロックマン、ロックお口ロックマンしますよ。うん、ちち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 何これ、なんかいねえだろうな。ちゃんと確認しろ。おい、ちょっとトラ誰と一緒か確認しろ。ちょっとトラが残ってるからな、あの3人で。サシなのか確認しろよ、ちゃんと電話で。2人でいいのか ?2 人だな。いないんだろうな。いないな。何名で予約してる？愛してるぜ。2人だよな。よし、よしよし、楽しい。マリーと遊ぶのって。よかった。元気なかったからね。ごめん、遅れた。ガチャ。でじゃないよ。だけはしゃいじゃってない。そんなことないよ。俺もスイッチオンもん。ぐん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 入ってるよ。すっごくハッピーな顔してる。あら。かな。正解。正解です。ぐんぐん上昇、ずいずい上昇。次は二人で一緒に歌おう。ダサラップやめてもらっていいですか。ダサラップ。そうだ。はい。これあげる。え、何？リップ？うん。いい匂いだよ。今日付き合って。そんな別にお礼だなんていいのに、楽しいだけなのに一緒に遊んで。ええ受け取らないってあんの？いや、俺たちの関係に贈り物は不要みたいな。そういうやつかな。そういう男らしさを見せるのもね、わからんでもないけど、もらうもらうそんなもん。ねえ。魅力アップしたいし。受け取らないって何？光とお揃い？借りを作るからみたいな。その、もらい物は受け取らない。だってゲームの方がストレスフリーでガンガン来てるのに、なんでこっちから突き放すパターンあんの？やったー、やった！おー、すごい。おしゃれに強くなった。上がった？おっしゃ、あ、魅力上がってない？上がってるかな？上がってる気がする。136までいってなかったと思うよ。いや、結構いよいよパラメーターも良くなってるね、ステータスの。ね。今もう2年目がそろそろ終わろうとしていますが。うわ、ちょっと、しまった。もう勉強が来る。やばいやばい。ああ、振り袖買わないと。振り袖もそうだけど、全然勉強しなかった。なんか、学業が良くなかったことを。どうしようどうしよう。あ、でもこっから勉強強いから、しばらく勉強に頑張りしますっていうような感じで次回やっていこうと思いますんで、皆さんまた見ていただければ嬉しいなと思っております。ナイス。以上、ピアチョップガールサイド4でした。またお会いしましょう。バイバイ、 バイバイ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。